それでは質疑応答に移りたいいとと思いますでちょっと残り5分程度ですので、お答えできる質問、スライドの方,の方ではあの多くいるのですけれども、じゃあまず一つ目、ちょっとあの一番上にあります、最初の質問、まあ、なんですけれども、研究データがオープンになると、海外研究者が再認リサーチでデータを見つけて、日本語以外で書かれた、海外で出版される論文でも使われるケースが確かに増加しそうです。まあ そこのら辺のつながりも可視化できれば、データ作成者にとっても、そのデータセットのインパクトは分かり、ありがたいのではないでしょうかというふうな、えーまあ、コメントであいただきましたけれども、このコメントについて、大波先生のほうから、えーはい、ご意見、ご感想ありますでしょうか、はい、あのご指摘のとおり。えー 海外とのつながりを現在、あの、検討しておりまして、実際には API のリソースシンクなどをまず実装いたしまして、海外や外部の機関とのデータ連携を強めていくという予定です。さらに、連携体制にいたしましても、いくつもの国や組織のデータベース機関や、こういった研究データの横断に関する情報を共有することを予定しておりますので、 さらに多くの幅広いデータが使っていただけるし、海外からのアクセスも期待できるようになっていくと考えております。はい。えっ、ー、と、このようなつながりが可視化されましたら、またそういった情報も外に出していく予定ですので、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけれども、一番上にあります サイニリサーチについて、えー、学術論文検索のグーグルスカラーとサイニリサーチとの違い,は違いはどういったものでしょうか、どちらかが、えー、包含されるような関係ですか、今年公開になった NDL サーチもありますが、住み分け、使い分けはどうなりそうですかというようなご質問について、あのご回答のほうを、ね、大並先生から,の方からお願いいたします。 他の基盤との住み分けは非常に重要な話だと思っています。え、と言いますのは、あの、例えば Google は営、えー、利企業でございまして、えー、情報を出すためには、まあ、えー、何らかの、あの、利益、社会的、公共的だけではなく、え、企業としての利益を追求しているというバックグラウンドがあると、えー。そういったところとまずポリシーが違うという考えです。で、それ以外の、えー、NDL のサーチの方、えー、そちらの方、 も、えー、まあ、様々な研究データを検索できるように出しているという話は、あの、おっしゃる通りなんですけれども、えー、ただ、ね、載せているデータの、えー、まとまりが違うという状況になっていると思います。また、えー、見せ方ですね、インターフェースの作りも、えー、だいぶそれぞれ違っていると思います。えー、その違いは、やはり、えー、どのユーザーをスコープに入れて、えー、その上で、えー ま、どういった検索をしてもらって、で、え、我々は何を目的にしているかと。え、我々はえ公共機関として、え、様々なえ学術分野の、え、多数ある方や図書館員の方に、え、利益になるように動いていると。え、NDL 側はまた別文脈があると思っています。え、そういった違いは、あの、ちょっと一言で説明するのは難しいのですが、え、今後、あの、はっきりさせていくものだと思いますので、はい。見て。 行っていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっとあの、いろいろご質問いただいたんですが、ちょっとあの時間になりましたので、質疑応答の方はこれで終わりにしたいと思います。先ほど、あの大波先生からもご紹介あ、あ、まあ,あ、りましたけれども、あのお知らせページというのを、あの、今ごええー、公開しておりまして、あの、そこにはフィードバックというページがございますので、あ、今回、あの、お答えできなかった質問については。 こちらのフィードバックフォームの方からご質問いただければと思います。